れが王将。はい、皆さんこんにちは。あれれ、今日はこの会場にたくさんお友達が来てるのに、なんだかとっても元気がないな。みんなお昼ご飯は食べた？食べた人？まだ。あ、だからね、声が出ないんだね。ちょっとお姉さんよりももっともっと大きな声でご挨拶してほしいな。ちょっともう一回言ってみてもいいかな。いくよ、こんにちは。はーい、とっても元気なご挨拶、どうもありがとうございます。本日はですね、なんと今日は広島からやってまいりました超人宮地マックスと竜王武人横浜林メイベと一緒にコラボレーションのショーを行うこととなりました。皆さんとっても楽しみですよね。さてさて、この後どんな展開が待っているのか、お姉さんもねドキドキしています。みんなもねこの後しっかり楽しんでいただきたいと思います。そして他のヒーローもね今日はたくさんねいて、写真を撮ったり、物販があったりとかでね、皆さん楽しんでいただいたんだと思うんですけれども、もういろんなヒーローと写真を撮ったよっていうお友達、はーい、あれなんかみんな元気がないな、もう一回聞いてみようかな。はーい、撮った人、はーい、とっても元気よくありがとうございます。今日はねすごく天気が良くなって、ちょっと暑いくらいになってきましたので、しっかりと熱中症予防で、こういう気温でも熱中症になったりすることがありますので、どうかたまにタオルを当てたり、そして、帽子をかぶったりして熱中症予防をしてください。そしてしっかりと水分をとってくださいね。はい、ではね、この後なんと超人宮地マックスと横浜林メイベとのコラボレーション、そろそろ始めたいと思います。その前にお姉さん一つだけみんなにお願いしてほしいことがあります。いいですか？はい、もし宮地マックスと横浜林メイベが悪いやつらにやられそうになったら、さっきみたいに大きな声で頑張れって応援してほしいんだけど、できるかな？大丈夫？大丈夫？できる人？はーい！はーい、じゃあみんな大きな声でね、頑張れって応援してくれるみたいなので、早速始めたいと思います。それでは、超人宮地マックス&竜王武人横浜林メイベコラボショー、レッツスタート！伝説が始まる。超人やりまーす。ブレー宮地マックスショーラドウェイ自己紹介だ。皆さん、お初にお目にかかります。我々は第六天界魔帝国グライムと申します。うれ
密忍者部隊隊長愛しのロングウルフ様、よろしくね。腹減った。自己紹介も済んだし、そろそろ人間どもを食らってもいいじゃろ。我々がここに来た目的は、去年の戦いで敗れた多くの悪の怨念を集め、我らのエネルギーとすること。そして今年ものこのこ集まっておるヒーローどもを根絶やしにすることにある。その役目はこの私めにお任せを。お前たち逆らおうとしても無駄よ。私に血を吸われた者はみんなブライブの証明になるのよ。タイガロンよ、貴様の爪で肉を切り裂き、その牙で骨を砕き、恐怖と絶望に泣き叫ぶ人間どもを存分に楽しむがいい。だが全員は食ってはならん。集まった人間どもの中から我らの戦力となりそうな優秀な奴は捕まえ闇の戦士とするのだ。会場の人間ども、この場所はすでに我が手により開魔ゾーンと化した。どこへも逃げ隠れはできん。さあ狩りの始まりだ、行け。泣け、わめけ。お前たちの怯えるその声が我らの血となり肉となるのだ。どいつから食らってやろうかの。助けを呼んでも無駄無駄。ロングルフ様の妖術開幕ゾーンは命ある者には決して破れない結界なんだから。この会場の地獄へぞ。人間どもを守れなかったヒーローの安らぎよ。そうはさせてやるわ。そうはさせない。何？何者？何じゃお前は。白き翼に夢を乗せ、守れ環境みんなの未来、竜王無人横浜リンベーベ。ちょっとあんた、どうやってここに入ってきたのよ。どうだっていいわい。さっさと血を吸ってしもべにしてしまえ。見たところ女だわね。あたしは女の血は吸いたくないのよね。つべこべ言わねえ、早吸えや。もうしょうがないわね。それyou
やはりな、命ある者が決して破ることができる海抜を、アンドロイドのお前ならそれを抜けてこれたということかな。だがお遊びは終わりだ、機械の人形よ。戦士に作り変えるまで人間どもを守るために作られたこいつが殺戮兵器としてよみがえるこれほど楽しいこともあるまい。連れて行け。せーくい。会場のみんなみんなが願えばきっと広島の宮島アックスに届きます。宮島の三女神の力が及ばぬ。こんなところまでは来れんわ。それにロンウルフ様の妖術結界海魔ゾーンを破ることはできないし、呼んでも無駄よそれなら私が結界を破ります。リミッター解除、システムフルバースト。うわっ、あちあちちちと甘く見ておった。だが十分だ。大好きな横浜凛が目の前で自爆し、人間どもの悲しみが溢れておる。さあ今こそ集え、悪の怨念よ。恐怖、絶望、悲しみ、全ての暗黒の力、我らのもとへ。この地に集まるヒーローとネダヤシに、全ての光を闇に変える時が来た。いでよ第六天海馬帝国グライブ、5000万の全ての戦闘兵よ。ノーマクサーマンダーバーザラダーカー、闇に変える。闇の扉が閉じていく。残念だったなグライム、暗黒次元の扉は封じた。戦闘兵たちを呼び出すことはできないぞ。なんですって、誰よ、姿を見せなさい。天空にそびえし呪文の影と知れず、
超人ミヤジマックス水産グライム、お前たちの勝手にはさせん。ミヤジマックス、こんなところまで現れたか。だが今の我らの力に貴様の刃は届かん。それはどうかな。ほざくのも今のうちだ。お前たちちょっと遊んでやれ。今までの恨みここで晴らしてくれるわ。よし行くぞ、超人ミヤジマックス。まいどうした？行くぞ。何よ、普通に強いじゃない。なんでじゃ。それどころかこれまでより強いじゃねえか。貴様ら遊んでやれとは言ったが何をふざけている。真面目にやれ。無駄です。あなたたちの力ではミヤジマックスには勝てない。何、横浜に。貴様なぜ生きておる。俺は全ての命を守る。彼女のリミット解除寸前に結界を破壊し自爆を止めたんだ。命だと。この機械人形に命などないわ。そうよ。それになんであんたに海魔像が破れるというのよ。確かに俺の力だけでは破れなかったかもしれない。でもここに集まった人たちの願い、光を信じる心、そして子供たちの勇気が無限の力を与えてくれた。黙れ。無限の力は我々にあるのだ。横浜に戦えるか。はい。小賢し、勝負だ。待て。あなたたちの相手は私です。起動装置を破壊された体で俺たちと戦おうとはね。
ありがとう。君たちの応援のおかげで手ごわい敵を倒すことができた。今日初めて私やミヤジマックスに会ったよっていうお友達もたくさんいると思うけど、今日ここで出会ったみんなは、そう、みんな友達だ。辛い時や苦しい時は諦めないで勇気を思い出してね。みんなのそばで守ってくれたお父さんやお母さんたち、そして僕たちに力をくれたみんなが本当のヒーローなんだ。みんなの笑顔で世界を平和にできると信じて、これからも僕たちローカルヒーロー、力を合わせてどんな敵にも立ち向かっていきます。それじゃあみんな、また会おうな。たくさん登場しますので、この後もしっかりとお楽しみいただきたいと思います。そしてですね、あちらのこちら舞台向かって右側でですね、物販の販売もしております。本日は遠いね広島からやってまいりましたので、ぜひ今日しか買えないものとかもありますので、あちらの物販ブースにも足を運んでみてください。いろいろな他の、ご当地ヒーローのグッズもありました。お姉さんいっぱい、あれもこれも欲しいなって思ったので、ぜひぜひ皆さんあちらにも足を運んでみてください。ではこの後のステージもお楽しみいただきたいと思います。それでは総合司会のお姉さん、よろしくお願いします。はい、超人ミヤジマックスのお姉さん、ありがとうございました。超人ミヤジマックス、そしてニューヨーブ人コハマリンメーベのアクションショーをご覧いただきました。なんかね、みるみるうちにね、ブルーシートからね、お子さんが逃げてったんですけどね、グライム3人怖かったよね。私もね、見たことあるお友達がいたんだけど、端っこで見てるからどうしたのって言ったら、怖くて近づけない、怖くて近づけないって言ってたんですが、ね、無事に超人ミヤジマックスと横浜にメーベが倒してくれたので、皆さん安心してください。さあ、先ほどね、超人ミヤジマックスのお姉さんも言っていましたが、このね、ステージ向かって右手のフットサルコートで物販コーナーもあるので、そしてね、グリーンデッキスペースにもなってるので、皆さんぜひね、宮島さんの物販コーナーにも遊びに行ってみてください。超人宮島さんは、今日の夜18時30分から T 字おいそがで行われる映画ローカルヒーロー大決戦の舞台挨拶にも登場してくれます。そして超人ミヤジマックスさん、そして竜王無人横浜リンメーベさん、お二方とも明日もフェスティバルウォークローカルヒーロー祭りグリーティングで参加してくれますので、ぜひ明日も会いに来てください。それでは続いてのステージは12時55分より埼玉県行田市のご当地ヒーロー最高戦士サイセーバーのアクションショーが始まります。皆さんどうぞ引き続きステージ前にお集まりください。